こんばんは。今回の質問、仕事ばかりの人生でいいのか、時々不安になります。ある日、とある人物が長時間働いていることに気づきました。彼は毎日、早朝から深夜まで働いていました。彼は仕事をこなすスピードが速く、コーヒーを飲むのも早かったため、会社の人々は彼を、速攻コーヒー男、と呼んでいました。ある週末、彼は久しぶりに友人たちと飲みに行くことになりました。友人たちは、彼が仕事でどれだけストレスを感じているかを心配していたので、この飲み会で彼に楽しんでもらおうと思っていました。しかし、彼は飲み会の最中もスマホで仕事のメールをチェックしており、友人たちはため息をついて、速攻ビール男になってしまった彼をからかいました。この出来事をきっかけに、彼は自分の人生について考え始めました。仕事だけではなく、友人や家族と過ごす時間や趣味も大切だと気づいたのです。彼は、週末には仕事のメールを見ないようにし、友人たちと楽しい時間を過ごすようになりました。そして、彼はとうとう、速攻休息男と呼ばれるようになりました。関連する話題として、仕事とプライベートのバランスについて、ストレスとの関係を考えてみましょう。過労が原因で、ストレスを抱える人が増えています。そのため、仕事以外の時間でリラックスする方法を見つけることが重要です。例えば、ある女性は、毎日の通勤時間を利用して瞑想を行い、ストレスを緩和しました。彼女は次第に、会社での仕事の効率が上がり、プライベートの時間も充実するようになりました。ちなみに、彼女の愛称は、電車瞑想女でした。また、趣味やスポーツを通じてストレス解消する方法もあります。ある男性は、仕事後にジムで運動をすることでストレスを発散し、仕事とプライベートのバランスを保っていました。彼は、運動を通じてリフレッシュすることで、翌日の仕事にも集中できるようになりました。彼は、筋肉リフレッシュ男として知られています。これらの話題を踏まえた仮説として、仕事ばかりの人生ではストレスが溜まりやすく、それが健康面や人間関係に悪影響を与える可能性があると言えます。一方で、適度な休息や趣味を持ち、ストレスを緩和することで、仕事の効率も向上し、人生のクオリティが向上するでしょう。判決として、仕事ばかりの人生でなく、バランスの取れた人生を送ることが大切です。ストレスの緩和やリフレッシュを意識することで、仕事もプライベートも充実し、幸せな人生を送ることができるでしょう。それぞれが自分に合った方法で、リラックスや趣味を見つけ、仕事とプライベートのバランスを保ちましょう。